はい、今日はですねこちらスーパーイワダレソウグラピアというね、グランドカバーに使う植物なんですけど、こちら、買ったんで植えていこうと思います。うちあの、まあ、見てわかる通り芝生が全然定着していない、全然ダメダメな庭なんですけど、まあ、芝生がダメならグランドカバーはどうだという、そういうことですね。まあ、あの品種として新しい品種ならしいので、たくさん買うのもちょっと怖いなと思ったので、とりあえず4苗だけ買ってみたんですけど、これがちゃんと定着するかどうかは後に上がる動画でわかるでしょう。ちょっとね、軽くここら辺は一体耕してみて、このレンガ沿いに4つ植えていこうと思います。軽く耕してちょっと肥料を入れてパパッと撒いて、まあ、全然やり方は合ってないんですけど、とりあえずね1つ2つ3つ4つ植えていきましょう。こういうのってほぐした方がいいかな。軽くほぐしてちょっと深めに、まあ、一応あの紙は見てはいる。10センチぐらい地面より下げたところに置くとは書いてあったね。ほい、1つ4つ2つ、ここぐらいかな。幸い雨なんで、まあ、乾燥でカラッカラになるということはないでしょう。土に水気はあるはずです。よっ、よし、あと2箇所。ちょっとかな、ちょっと多いかな。このクラピアっていう植物は宇都宮のなんか大学の先生が品種改良を重ねて作った植物らしいんで、まあ、やっぱ気候としてはね、宇都宮とかあの辺の関東の気候がベストなのかもしれないですけども、さあこちら西日本の岡山ではちゃんとしっかり定着してグランドカバーとして役に立つのかという、まあ、検証にもなるんじゃないでしょうか。まあ、枯れた時はね動画消します。ただ一つの株が結構高めなので、まとめて買わないと結構高いので、お試しで4株とかでも結構お金が3000円までいかなかったかな、3000円ぐらいかな。ちょっと勇気のいる値段のするものなので、まあ、動画にでもして知ってもらえる人が増えるといいのかな。利用する人が増えればね、きっとねもちろん値段も安くなったりして、来年やろうとした時にもっと安く行ったりするかもしれないです。あ、水がいる。よし、とりあえずこんな感じで、こんな感じで完成。また数ヶ月後か数週間後に途中経過を動画にしようと思います。ほなまた。土が手が